井県坂井市の柴又ワールドでゴールデンウィークの特別イベントが開かれています。恐竜&アニマルふわふわ広場にはジャングルや海をモチーフにしたアスレチックが用意されています。今日はオープンとともに近畿や中京方面からも親子連れが訪れ滑り台などを楽しんでいました。なんか滑りやすかった。恐竜と遊びに来ましたか今日は？うん。どうでした遊んでみて？楽しかった。あと何回ぐらい遊びたいですかここで？5回。会場ではわー食べられたみたいな写真を撮ることもできます。恐竜&アニマルふわふわ広場は今月5日まで開かれています。対象は小学6年生までで7歳未満は保護者の同伴が必要です。入園する際は他のアトラクションも自由に利用できるパスポートの購入がおすすめだということです。